トン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 。たくあんボーイ。心霊して停止中し、見たらよし。どうも、鈴木みとろです。はい、グラグラ、メンメラメンメン。どうしたこんなところに呼び出して、はい、なんか告白でもしたいのか俺こんな桜の木の下でお前は、うん、今回はですね、うん、なんと、はいはい、駅名ジェスチャーゲームをやりたいと思います。それいろんなジェスチャーゲーム見てきましたけど、はいはいはい、やっぱ僕らがやるべきジェスチャーゲームは、うん、駅名ジェスチャーゲームだろうと。その通りでございますゴリラとかそんなさ、はい、ラクダサイとかそんなレベルじゃないのよ。違うんです、ね、駅なんですよ。駅ですよ本当僕らはまあ、ルールを説明させていただきますけども、うん、はいはいはい、まあ、ジェスチャーゲームということで、うん、まずは言葉を出してはいけません。なるほど ね、はいはいはい、だから体ジェスチャーだけで伝えていきたいと思います。体現ってことね。そういう体現家でございますよ。もうだから本当僕ら、うん、表現力のいる仕事ですから。確かにね。今回10問やらせてもらいまして、はいはいはい、交互に答える側と、うん、やる側でやっていくんですけども、うんうんうん、はいはいはい、2人の力を合わせて10問全て正解していく。オッケーオッケー。もう匠とかいかに団結力があるかという企画ね。そういうことです。これを皆様にお見せできるということでね。全問正解する自信はありますか？あるに決まってるでしょそんなの。あったらコラボしてないよそんなの。そういうことです。これで全問正解できなかったらどうしますか？芸人辞めますそれでは早速やっていきたいと思います。まず進行。さあ先行たくあんボーイですね。はいどうぞ。何それ何それ何それ。あーはいはいはい、よわかった、わかりました、わかった。え、なんですか？上のすごい。今の分かりやすいわ。分かった。いやもう上で一発でよかった。上手上手。これ多分全問分かるぐらいの勢いかも。じゃあメトロさんです。はい、お願いします。何これ、クロクロメンメじゃないんですかこれ。クロクロメンメやってますよねこれ。え、目？え、待って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 、そういうことか。分かったかもしれないです。目黒。違うんか。クロクロメンメが強すぎてちょっと目白。正解。なるほどなるほど。目黒だったら、はい、黒だからこうよ。確かに。それでは2回目、たくあんボーイちゃんどうぞ。あー上手。はい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 、わかりました。わかりました。すごい。原宿。すごい。何でわかりました。いやソフトクリームでしょ。ソフトクリームとか、あと綿あめとかね、結構そういう珍しい、あのカラフルな綿あめを表現してます。あ上手。竹下通りが見えました。こっちでなんかケバブってたもんトルコ人が次ケバブ行こうと思ってましたではメトロさんお願いします。ゲート？ビロビロがあってスーって泳ぐあれかもしれないな。いいですか？巣鴨。違う違う違う、カモじゃないのかあれ。違う泳ぎしてるな。めちゃくちゃ泳がしちゃってる。あ背中が何なのこれ、何あれ。ビロ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 と泳いでスー行く。あ、なになになに、新しいの。赤っ。そう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 。美味しい。ウグイスダニ。ヒゲが生えてる、ヒゲが生えてる。え、渋谷。なんで。うわ、分かんなかった。ちょっとね、表現が難しいわ。何ですか、答えは。これ、はい、エビ。エビ。この水は何なんですか。じゃあ、水ってやってるやつは、スーなんですよ。スーって泳いでる。スー。あ、エビ。スー。うわー、なるほど。さあ、たくあんちゃんお願いします。ほうほうほう、はい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 。お、なんか来た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 。おお。おおおお。え、バックした。
え、ロボット、ロボット、ロボット御徒町なんかマンホール、マンホールありますね。下水だから臭いよ。で、そこにロボットが飛び込もうとしてる。牛のモーモルスが飛び込もうとして止まってるんだ。え、何、ボタンだ。あ、違う違う、高輪ゲートウェイこれ駅でいろんな路線が集まってきてます。おお、東京難しいな。なるほど、わかるか。なんかラーメン食べて痛い痛い、ここない？あ、めちゃくちゃわかりやすいかもこれ。いいですか？神田駅。正解。うま。こういうことよね。ただ なんでラーメンだったのかなっていうのはありましたけど。もちろんです。さあ頼むよ。はい。おお、なんだなんだ。おお。うん、釣りしてる、山で釣りをしている、山で湖で釣りをしている。うんうんうん、何持って何持ってってんのそれ。なんか持ってってる。うん、釣りしてるの分かる。釣れるかな、釣れるかな。でおかわりタイム。ちょ、何持って、大量だね。おっきいね、おっきいの飛び込んで泳いで、お、あー、すごい分かった、すごい上手、分かった。池袋。ディズニーのキャラクターに思いましたよ。4番目です、お願いします。なんか匂い嗅いでますね。メガネかけた人が握手。あ、わかった。握手会かなってことは。握手お願いします。秋葉原。サンキュー。さすがですわ。ほらね、たくあんちゃん頼むよ。はい。え、ケスビーの CM？ 化粧もしてる。あー、肌整えてるね。うん、ちょっとしてんのこれ。肌整えてる。何？したくしてる、したくしてる。おしゃれな街。おー、乗った。何？乗った乗った乗った、踊り出した。渋谷。寿司？食べた、なんか食べたよ。あー、わかった、素晴らしい。新大久保すごい。これわかりました。めっちゃわかった。どこでわかりました。いや、なんか食べてるなと思って、はいはい、そこでなんかソウルフードかなとか、韓国の食べ物かなと思って、そのやったー。芸人史上初、東京メトロ愛菌鈴木メトロさん、最終問題をお願いします。どうもよ、オラ悟空。木があって、木によ。あなるほどなるほどなるほど、わかりました。代々木。最高。すごい、代々木セミナールですか。はい、ということで終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。結果としますと10問中9問正解でございます。でも、うん、好成績じゃないですか。なかなか好成績だけど、うん、多分あなた全問正解とかなんか言ってたんですよねどうしよう、マネージャーに電話しますか。ちょっといいですか、太田プロの方に電話させていただいて以上をもちまして、鈴木メトロさん芸人を引退ということです。この動画をきっかけに。でもすごかったね。すごかったですね。だから途中の恵比寿だけちょっと僕が答えられなかった、エビの表現がちょっと難しかったな。エビが難しかったっすね。エビのピチピチをうまく表現できなかった僕が悪いわ。エビっていうなんかね、これですよ、エビって。なるほどね。エビスーだったら分かったかもしれないですけど後ろでペラ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 ってずっとやってるんですよ。なんですかあれは。エビですよ。エビあんな動きするんですか。北海道のエビああいう動きします。また北海道嘘つきますわ本当に。北海道で言っとけば何でもいいと思ってますからね北海道は、男性しかいません全部が嘘に聞こえてきました。家族
だったり友達とやってみても面白いんじゃないですか、うんうんうん、そうですね、うん、でなんかその山手線以外 の、うん、あの路線もさたくさんどんどんそれこれこそシリーズ化していけたらなとやっていきましょうよ東京メトロとね、うん、東海やりたいきましょう、うん、でも、ね、やっぱ一問不正解したということで、うんうん、今日でタクメトロ解散となります皆さん本当に長年、お付き合いくださって本当にありがとうございましたということでね鈴木メトロさん本日も来ていただきましたはいぜひね概要欄の方に嬉しいチャンネル載せておきますのでねメトロさんのチャンネルの方でもまたコラボしてますので、うん、ぜひご覧いただけたらと思いま す、 いますよろしくお願いしますそれではまた皆様お会いいたしましょうシェイシェイついでに声出す明日に向かって進めたら